皆さんこんにちは、ゆりです。ほい、それでは今日も張り切って YouTube ショッピングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。おい、見てこれ、まず下は新商品です。はい、スカートに見えるワイドパンツ、ほら、こうやったらワイドパンツでしょ。はい、でももうこうやって見たら完全にスカート、はい、完全にスカートに見える。そしてこのね、斜めのこの切り替えがすごい足長効果があると思うんですよ。そうそう、でこれ後ろもなってるから、はいはいはい、スカートに見えるワイドパンツ、こちら新商品。こちら、ブルーグレー、そしてこちらはカーキです。カーキ、はいカーキ、はい、スカートに見えるワイドパンツ、カーキ、はい、ブルーグレー、はい。でこれはレースの切り替えジャケット、ね、はい。あ、これ下9800円で、レースの切り替えジャケット、これ前回大人気で売れて、追加入荷しました。はい、レースの切り替えジャケット、はい、9800円。これね、こういうとことかもマジみんな可愛いから、こことかも全部切り替えになってるんだよ。はい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 。でこう止めて着るとブラウスで着れるし、開けて着るとこういうジャケット風に着れるっていう、はい、レースの切り替えジャケット9800円。はい、これちっちゃい146センチの人が着てくれてる写真をこの間撮影で使ったので、はい、それちょっと見てもらったら、彼女の身長でも全然着れます。私の身長だったらこれぐらいの丈感で、彼女の小さい人でも、だから小さい150センチ以下の人でもこれは全然着れるので、ぜひちっちゃい身長の人も着てみてください。彼女はこの、プリーツの、これユーズドです。はい、代わりプリーツの、スカート、代わりプリーツのスカート、これ合わせてます、彼女は。はい、こう出しとくね、代わりプリーツのスカート合わせてます。こちらが、3330円ですね。これ代わりプリーツのスカートはユーズドなので3330円です。でこれにですね、こちらも新商品です。はい、ストライプの切り替えブラウス、これもね、よく見て、ここと袖がストライプなんですね。ストライプの切り替えブラウス、7800円。はい、これも、これベージュです。すっげーこれも色が分かりにくいけど、これ一応出しとくね。これとこれ比べたら分かる。こっちがベージュで、こっちがライトグリーン。こっちがベージュで、こっちライトグリーン。はい、ストライプの切り替えブラウス、はい、7800円。はい、ストライプの切り替えブラウス7800円ですね。はい、これ新商品で、これ素材が大人気 のポリエステルだけど涼しいっていう、夏に大人気の素材なので、去年一昨年とずっとやっていて、すごいお客さんからも大好評のこの素材なので、はい、ぜひぜひ皆さん、これ一度着たことない人はぜひ着てみてください。はい、ストライプの切り替えブラウス7800円 で、これ長いです。ちょっと長めなので、パンツの上にこう羽織る感じで合わせても可愛いと思います。まずすのでお願いします。そしてこれ同じ素材で、これね、はい、これモデルの子が着てる、これ袖リボン、袖がちょっとリボンになってる、はい、着やせブラウス、袖がリボンになってる着やせブラウス、これ着やせブラウスさ、これちょっと微妙に形が違うんだけど、これも大人気で、もうこれ1枚ずつしかありません。はいはい、着やせブラウスピンクと着やせブラウスイエロー、微妙に形が違うんで、それはちょっと写真出しとくので写真見てください。これ7800円。この素材ね、うちではすごい大人気で毎回売れてるから結構探してるんだけど、なかなかありません。割とだから海外のものが多いのかなと思う。はいはい、日本ではなかなか出回ってないので、ぜひ今回入荷したので、この機会に、はい、ぜひお買い上げいただければと思います。そして着替えますね、ちょっと。はい、そして
こちらね、こちらも新商品、これスクエアネットのカーデガン、こちらです、こちらです、スクエアネットのカーデガン、こちら7800円。はい、で、黒と白があります。スクエアネットのカーデガン7800円、黒と白。そして下はこれですね、はい、綿の、はい、フレアスカート、はい、綿素材のフレアスカートです。綿素材のフレアスカート、これもね、長さも あるから165センチとか長い、身長高い人にはおすすめです。はい、綿素材のフレアスカート、で、これ前回も話したけど、ちゃんと裏地もついていて、裏地も綿なので涼しくて、かつ透けないので、ペチコートもいらないので便利だと思います。はい、綿素材のフレアスカート、パープルとあとブルーですね、パープルとブルー、はい、これもこの間の撮影で使わせてもらって、撮影でね、着てるのはこれで組み合わせてます。はい、立体フリルブラス、7800円、はい、綿素材フレアスカート9800円で、このさ、立体フリルのブラスさ、あの若い子が、あれ、あの子がああやって着て降りてきたんだけどけど、ここまでかっちり止めてね、なんかやっぱりね、あの上まで止めてて可愛いなって思ったので、ああいう着方もいいんじゃないかなと思います。はい、立体フリルの、ブラウス7800円と、はい、綿素材のフレアスカート、これはパープル、そしてこっちはブルーですね。はい、ブルーもすごい爽やかだよね、夏に爽やかでいいと思います。立体フリルのフレアスカート、綿素材フレアスカート、はい、そして、こちらが最後ですね。こちらレースの、はい、レースのソーレースのワンピース、黒だけあります、黒だけまだあります。そしてこのシースルーブルゾングレー1枚入りました、のでこちらももし、欲しいなって思われてた方は、はい、ソーレースのワンピース1枚1800円と、はい、こちらがですね、シースルーブルゾン、は、7800円になってます。これグレーですね、なってますので、はい、こちらグレーもね、はい、大好評で、もうあと1枚ですね、あと1枚これで終わりです、これで終わりなので、はい、皆さん、気になられてた方は、これ私用に取り寄せしたんだけど、まあ、とりあえず今日欲しいっていう人がいたら今日、はい、買ってください、欲しい方は。はい、ということで今回のこの、YouTube ショッピングでは、前回もう発売したファストパスも使えますので、ファストパスお持ちの方はぜひお使いください。そしてですね、何、今日急に思い出すのよ、私夏休みのおすすめ旅行先のやつやるって言ってたよねと思って、で海外はやったから、何、国内をやってほしいっていうリクエストが来てたの、今日思い出したのね。はいはい、なのでそれを、さっさと動画作ってまた出そうと思うので、お楽しみにです、そしてこちら、これは、はい、ハートモチーフのイヤリングですね、ハートビーズのハートモチーフのイヤリング、シルバー、ハートモチーフシルバーイヤリング、これね、シルバー、ハートモチーフシルバーイヤリングで、これも可愛いと思って、これはピアスなの、これはスクエアモチーフの、これピアスです、スクエアモチーフのピアスで、ピアスをお待ちの方もいらっしゃるし、あとは、もうアクセサリーもだいぶなくなってきてて、20日のポップアップ用に今コズメさんが作ってくださっているので、それが届いたらまたね、アクセサリーもコーディネートもやりたいなと思ってます。ということで今日はこんな感じで終わっていきたいと思いますので、はいはい、ファストパスをお持ちの方はぜひメールお待ちしてます、もちろん普通にお買い上げの方もメールお待ちしてますので、はい、またね、これ見られてメールいただけたらと思います。ちょっと今、なんかね、作りたい動画がね、今ね、渋滞中です。ちょっと、だけど、私今日もお客さん来るし、
ポップアップもあるし、買い付けも行かないといけないし、うん、となかなかね、動画を細かく作ってる暇がないんですけど、なるべくですね、夏休み、まあだから夏休みの動画を先に作るわ。ね、ね。ZOZO のやつ、ZOZO タウンのやつとかはもうちょっとなんだったら秋になるかもしれないよ。夏休みの前に夏休みの動画をね作りたいと思いますので、ということでですね、ちょこちょこお楽しみ動画も出しつつ、そうフィギュアの話もねまたしつつ やっていきたいと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わっていくよ。またね、バイバイ。